はい。皆さん、こんにちは。今日はですね、幸せな人生に変わるエッセンスクリエイターについてお話ししたいと思います。エッセンスクリエイターのことをね、あの今回改めて説明しようと思いますので、最後まで聞いてくださったらと思います。よろしくお願いします。幸せな人生に変わるエッセンスクリエイター。エッセンスクリエイターって、副業でも本業でもどちらでも大丈夫なんです。そして、エッセンスクリエイターは、時間も場所も選べる自由さがあります。 はいでえっと、最初は副業で,で、いつでは本業にすることもできるのです。SNS クリエイターですね、SNS SN 運用しているけれども、うまく使いこなせていないクライアントさんの SNS を SN、SNS クリエイターが代わりに運用して、フォロワーを増やし、見込めのお客さんも集めて、売り上げに貢献するお仕事です。今、最も求められている、需要の高いお仕事なんです。 s n スクリエイターの働き方はスマホ一台でえ場所と時間が自由ママや本業しながらでも自宅で空いた時間に働ける研究されたノウハウがありまして1日に分けた30分とかから、まあ、90分の時間があれば SNS の運用代行ができます、えっと、SNS を運用するといって、まあ、フォロワーですね やみくもにフォロワーをあのフォローしたり、やみくもにフォローしたり、フォロワーを買ったりとか、そういうことはしません。エッセンスクリエイターの役割は、商品、サービスを買ってくれる人を集めるということなので、商品、サービスを買ってくれる人を集めなければ意味がない、そういうあの人たちを集めるプロがエッセンスクリエイターなんです。 フォロワーの増やし方は、え、SNS 運用代行の研究をし続けているプロからノウハウを学びます。誰でもわかるようにテンプレートがありますし、家にいながら実践会で実践しながらスキルが身についていきます。わからないことがあれば質問できる場所もあります。そしてですね、SNS クリエイターのノウハウを得ながら案件を獲得して収入を得ます。SNS クリエイターのノウハウを得る 得て終わりではないですね。お仕事につなげる方法もゲットできます。クライアントさんが SNS 運用を任せることで、結果が見えてきて気に入ってくださいましたら、翌月も継続してくれて、収入が安定という最高な流れになります。任せてもらえる SNS 運用の内容が増えますと、契約で収入がどんどん増えます。例えば、例えば、例えばですけれども、 月5万円で SNS 運用の仕事を任せてもらえるという場合、1日30分時間がかかるとします。こちらはですね、実績を積んでいって慣れてこればという時間ではあるかもしれないんですけども、うん、週に4日だけ働くということも可能です。うん、こちら一例でお見せしますね、はい。でですね、そうなりますと、30分の作業時間が週の4回で4週間なので、月に8時間働く計算になります。 月5万円の収入を8時間で割るとなんと、なんと時給は6250円という計算になりますね。この時給はお医者さんよりも高い時給です。さらに、エッセンスクリエイターのノウハウを使って先生、講師になることもできます。ちなみにですね、私はエッセンスクリエイターになって、えー、今6ヶ月目に入っておりますね。 うん、そうですね、もう11月ですのでね。はい、でですね、エッセンスクリエイターになって3ヶ月目で70万円収益、4ヶ月目も70万で、先月は5ヶ月目なんですけども、140万円の収益を見込んでいます。先月のはまだねあの、ちょっと確定、お支払いが済んでないとかいうこともありますので、確定ではないんですけども、このようにですね、うん、あっという間に上昇してきているんですね。そういういい可能性が、うん、大いに あって、うん、実際そういうことができております。SNS クリエイターになってですねあの自分の自信もついてくるんですね。お仕事をして役に立てているそしてえお助け、ね、お悩みが解決できるとありがとうと言ってもらえて、うん、感謝をしていただけて、うんうでね、で一緒にえ人生を変えていくそういうことができているので、まあ、とても充実しております。 そしてですね、あの、ボランティアではなくお金をね、いただくんですけども、えそうすると、家族も心に余裕が出てきて、家族みんな自由が増えてきました。はい。このようにですね、魅力的なエッセンスクリエイターです。今後もエッセンスクリエイターとか、あとはですね、普段、あの、行動が大事とか、 やっぱりあの副業とか起業するっていうのは勇気がいることなので、そういうあのマインドのことについても今後お話ししていきますので、ぜひぜひ情報をキャッチしてくださいね。はい。では今日はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。